エスメルリングでヘススバスケスは、ドミニカ共和国、エルマーナスミラバル州、テナレス出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。2003年にアリゾナダイヤモンドバックスと契約を結んだ。2007年は、AA 級、モービルベイベアーズで29試合に先発した。2009年4月16日にメジャーに昇格した。 同日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビューを果たした。2010年4月17日にクリス・ベンソンを登録するためトリプル A 級リの AC 図へ降格した。しかし4月19日にコナー・ジャクソンが故障者リスト入りしたのに伴いメジャーに昇格した。2011年9月27日にウェーバーでミネソタツインズへ移籍した。2012年は トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスで開幕を迎えた。9月1日にメジャーに昇格し、シーズン終了までに6試合で先発登板した。オフの11月5日にマイナー契約で再契約した。2013年6月23日に放出され、独立リーグであるアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約を結んだ。2014年2月24日に c p b l の議題、ライノズと契約を結んだ。3月23日からローテーション入りし5試合先発したが1勝1敗、防御率4.98と振るわず、4月24日から中継ぎ出場のみとなった。救援で7月17日まで登板し、4セーブ4ホールドを記録したが7月19日に契約を解除された。 2014年11月1日、埼玉西部ライオンズの入団テストのために、ミゲル・メヒアと共に来日。周期キャンプに参加し、メヒアと共に11月13日に、年俸3000万円プラス出来高で契約を結んだ。2015年1月28日、メヒア、ベードルブラン、アンソニー・セラテリと共に入団会見が行われ、背番号26が発表された。 2015年の開幕を一軍で迎え、3月29日の対オリックスバファローズ戦において1点リードの7回に3番手で来日初登板し、1回を投げて無失点で初ホールドを記録した。5月4日の対オリックス戦では同点の8回を表西の場面に4番手で登板し、1回、1、3を投げ、無失点でチームが8回の裏に勝ち越したため初勝利を挙げた。 11月17日に、翌年の選手契約を結んだことと、背番号が42に変更されたことが発表された。2016年は19試合に登板したが、0勝0敗6ホールド、防御率5.51と安定感を書き、11月1日、ウェーバー工事の手続きがなされたことが発表された。しかし上等を希望する球団はなく、11月8日に、 自由契約工事がなされた。2017年はメキシコとドミニカのウィンターリーグでプレー2018年7月19日にメキシカンリーグのラグナユニオンコットンファーマーズと契約。16試合に登板し、0勝1敗、防御率2.57の成績を残した。2019年3月9日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。シーズン終了後に、 FA となった。2020年3月14日にテキサスレンジャーズと再契約した。シーズン終了後に FA となった。速球は常時時速 150km 台を計測。変化球はツーシーム、スライダー、チェンジアップなどを投げる。ありがとうございます。